はい、おまけの夜です。このチャンネルは深夜ファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一歩でも映画が好きな好きというチャンネルでございます。知識のあるし上下をつけて楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで、君島さんです。君島です。いいですね。君島ですで、ね、思い出しました。確かに君島ですって言った時に机の下で駆け出されて記憶喪失したみたいに今その言葉聞くまで忘れてて、毎回これをトリガーに思い出すっていう、あれ何かあったよなということで、はい、ね、早いもんでね、君島さんからもう新作撮りますよみたいな連絡が毎月来るたんびにね、はい、そう毎回俺が送ってますそろそろ月末ですけど大丈夫ですか、早いなーって思いますねということで、もう終わりよ、年も暮れましたね。はい、2023年最後になります。12月でございます。はい、じゃあもう今回も先月ね見た映画からちょっと語っていこうかなと思います。あー、まあ見たのはねゴジラでしょ。ゴジラ、ね、で私がやりました見れなかったけども、うん、性欲、はい、マーベルズ、法廷遊戯、法廷遊戯見てましたね。スラムドッグス見てなくて、結局でアウトは見た、うん、で首見て、飛んで埼玉見て、マイマザーズアイ見たかったんだけど見れてなくて、うん、あ、そんだけ。でも結構見てます。結構見た、うん、うん、どれが良かったですか。やっぱゴジラ首かな。首、この中だったら、まあ、ゴジラはすごい盛り上がって楽しかったですけどね、やっぱこういう作品があると、うん、まあ、ゴジラ、まあ、どこでも言ってますけど、やってくれるだけでありがたい話確かに、はい、私が作ってくれるだけ、はい、新作がやれそうっていうだけで、もう山崎監督ありがとうございますっていう感じなんでね。こんな、まあ、性欲も見たけど、うん、なんか改めて、ああこんなだったなっていう感じでしたまあ見る前から言ってましたもんね、あんま原作もハマらなかった、うん、そう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 。あ、アウトがね意外と良かった。意外と良かった。アクションね、うん、結構気合入ってます、ね。あ、見たよね。見てます見てます。なんかさ、なんの悪もなくない。これね、俺意外とわ、なんだろう、若い子っていう言い方するとちょっとあれ逆に失礼かもしれないけど、あんまりそんなに映画に何も求めてない人は、はいはいはい、なんか結構おすすめかも。アウト、エンタメとしてね、うん、いいヤンキー見解、そう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 、そんな感じかな。君島さんは、はい、僕もでも同じかも。マイマザーズアイとスラムドックス見れてなくて、うん、あ、そう、法廷遊戯まだ見てないです。あー、法廷遊戯ね。なんか、あ、影山さん見てると思って、すぐ行ったよ公開初日か次の日ぐらいに意外と好きでした。うん、ね、いや、まあでもね、まあ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 想像通りのぼち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 でんなって感じ、はい、まあ一番良かったたのは首かな。でもで首結構当たってんでしょ。当たってます、意外と、ね、だから竹志映画の中では結構ヒット割と当たってますね。戦国版アウトレイジみたいな売り方も良かったですよね、うん、中身がそうだ、ね、その実際戦国版アウトレイジだったかどうかは分かってほしい、ね、うん、期待させ方うまかったから、うん、宣伝はうまくいってるのかなって思うと ね、 やっぱ日本人が本能寺の辺大好きですからね。あー、確かにね、信長とか秀吉とかで大好きです、ね、うん、確かにね。だからもう多分日本中のおじさんは見てます、ね、もうみんな見てたと思いますよ。で、うん、見てびっくりしてたと思います。そう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 喜んでると思いますよ、おじさんたちは。これは大喜びですよ、大喜びで、ね、楽しんでたと思います、はい、じゃあ12月いきますか。いきま、いや、終わりですね。終わりましたね、はい、今年もね。これも言ったら終わっちゃうからねじゃあ、カウントダウン10をね、はい、カウントダウンしていきましょうか。2023ラスト10でございます。まあ、結構ね、いい映画もあったんですけど、はい、削りつつ10本にまたさせていただきました。はい、まず、12月1日かな、はい、公開、怪物の木こりでございます。怪物、これね、遊戯にすごいおすすめされてるっていうか、うん、あ、もう見たんですか。遊戯は、いや、原作を読んでるらしくて、はいはい、これがすごい楽しみだっていうことで、へー、原作が ね、 よくよく聞いたら、うん、原作はめちゃくちゃ面白いっていう感じじゃなくて、うんうんうん、この映画を三池監督がやったら面白くなりそうだなって感じらしい。はぁ、なるほどね。期待せずに楽しみに、うん、これは必ず行こうかなと思ってます。面白かったですよ。は、まあまあ、あ、見たか、僕か、あ、そう、ツイート見たわ、ツイート見た。あ、そうそうそう、試写でクソデカ亀梨くんの、はい、あれをもらってみましたよ、はい、まあ、やっぱ題材がね、いいです。題材というか、なんか目の付けどころが面白いですよね。もうサイコパスしか出てこないんでしょ。そう、サイコパス、亀梨くんもちゃんと弁護士やってるけどサイコパスで、うん、でなんか亀梨くんを狙ってくるヤバいやつも殺人鬼だし、うん、亀梨くんを手伝ってる染谷翔太くんもサイコパスなんですよ、うん、染谷翔太くんも出てくるんだ。予告編で出てくるんでネタバレじゃないんですけど、うん、その亀梨くんがこう殺してるところを横でニコニコしながら見てるのが染谷くんで、だからヒットしそう、結構俺んじゃないかな。そうなってくると意外と亀梨くんってさ、ヒットメーカーじゃない。意外とね、事故物件が ね、10を超えてますからね、うん、結構面白い。亀梨くん、映画俳優として実は重宝されている、説ありますね。そして、はい、続いてナポレオン。ナポレオンね、見ました僕、試写で。で
見てないの？見てないのまだ。長いのよ。どっからどこまでやるんですか？ほぼ全部やる。あ、全部やる。もう歴史上に出てきたところから死ぬまでやるんですよ。あ、じゃあもう栄枯盛衰全てを。全てやってて、まあその最初の奥さん。ジョセフィーヌね。はい。の話がメインなんですけど。あ、じゃあ結構恋愛。ここら辺の描写がすごい人間ナポレオンが人間臭くて面白い部分。君島さんとか俺みたいな人間に見えてくるっていうか、ナポレオンが。俺だ、なんかもう、そうそう、なんか普通の人間に見えてくる。ああ、そういうことね。でね、まあこの時代なのかも、あの見どころとしてはね、はい、もうそのナポレオンのセックスがね、もう早い早い。それ一個見どころなんですけど、もう早い早い。おお、それなんかもうあれがあるんですか？多分ちょっと笑っちゃう。そう、ギャグっぽいのかもしれない。コミカルなシーンで、プラスすごい合戦シーンみたいな、これ以上この先なかなか撮れないんじゃないかなっていうぐらいのスケールの合戦シーンが、楽しみあるっていう、ね、はい。そして、はい、12月8日ウォンカ。ウォンカ来ました。なんかでもチャーリーとチョコレート工場のティム・バートンの映画版とは関係ないらしいですよ、うん、あ、そんなの。なんか原作を元にしてる前日探的な作り方らしいんで、うん、最悪チャーリーとチョコレート工場見なくても大丈夫かもしれない。これね、だから気になるのはね、まあ、日本ではね、さっき亀梨君でしたけれども、うん、やっぱ世界で、まあ、ハリウッドでもティモシーが、うん、まあ、割とでもさ、ティモシーさ、その、はいはい、まあ、対策やってる、まあ、デューンとかもやってるけど、ね、まあ、ここまでキャッチーな作品、うん、意外とね、少ないのかな。意外となんか、作品選びが割と渋い、ね、俳優だった。ちょっとアート系な、うん、俳優だったイメージあるから、ちょっとね、うん、この数年、多分、ワーナーにめちゃくちゃ好かれてるんですよ。デューンもそうなんですけど、うんうん、デューン来て、これ来てなんで、もう本気で売ろうとしてるんじゃないですか。だからここでヒットしたら、ついにもうね、トップスターとして、トップスターですね。いけるかもしれないですね。はい。はい、続いてボルテックス。これね、あの2画面のやつ。あ、そうです、そうです、そうです、はいはい、あのギャスパー・ノエ監督、結構尖った映画ばっか撮る監督で、はい、おなじみのやつが、老老介護を描くっていう映画なんです、うん、僕、はい、見たんですけど、はい、いやー、とんでもない。よかった。とんでもない。見応えある。見応えありますよ。なんかこんなとこ見せやがってみたいな。へえー、あのね、これ僕が前会社コスプロ、はいはいはい、はい、編集会社にいた時に、まあ、社員の人たち結構みんなでこの監督のラブ 3D が、うん、かなり話題になってて、ね、そう、みんなラブ 3D を見に行くっていう、うん、その監督だっていうので、まあ、かなり興味はあるんですけど、はい、まあ変な映画ですよね。いや変な映画です。本当におじいちゃんとおばあちゃんがずっと2画面で同じ家にいるけど、あの別々のことをしてたりするのを本当に2画面で映してるだけなんですよ、うん、なのに、まあ、目が離せないという。へえ。はい、はい、続いて12月15日公開、はい、うん、ウィッシュ来ました。あ、大悟。大悟じゃない方の。大悟じゃない方。ディズニーのウィッシュ。はい。ディズニー100周年かな？僕でもなんか、スペシャル試写会みたいなので、ちょっとだけ、いや、試写っていうか、ダイジェスト。予告編というか。そう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 。あれ、見たんですか？見た、見に行った。どうでした？僕は、あ、ちょっと劇場で見たいなって、久々に素直に、はいはい、本当に、仕事的なことじゃなく思えた。絵が、すごい特徴的で、フリ 3DCG なんですけれども、はい、オールドディズニー手書きの、はい、の頃の、しかもカメラワークも、うん、その頃に少し寄せた、かなり意識してて。ああ、じゃあその当時にリスペクトをしてるみたいな。そうです。で、内容も、今までのディズニーシリーズの全ての願いの原点に当たるストーリーってことで、もう、そんな感じなの？そう、単影ガンダムみたいな、感じ。いや、ちょっと違う。すべての始まりに当たる、はいはいはい。みたいな感じもあるんですよ。へぇー。はい、あ。だから、絵作りもかなり横打ちの、だから、昔のプーさんとかさ、うん、なんか、ほら、ピノキオとか、ああいう、すごい、ほとんど横画面じゃん。あのニュアンスさえある。へぇー。まあ、でも、ディズニーもかなり気合い入れてますからね。っていうことっぽいんだけど、ただね、おかげで、まあ、地味。見た目地味地味。一見するとルックは地味なんで、うん、客さん入んのかな。どうでしょうね。まあ、結構プロモーションとかはね、気合い入れてるんで、うん、12月の洋画アニメの中ではかなり、ね、最後にでかい花火を打ち上げようとしてる感じはしますね。はい、続いて、同じく12月15日公開。うん、もう日米アニメ対決ですよ。あ、来た。屋根裏のラジャー。はい、来ましたね。トヨさんも見たんですよね。こちらも見ました。試写で見させていただきまして、うん、はい、まあ、そのね、スタジオポノック最新作ということで、うん、まあ、君たちはどう生きるかの作品の時に予告でバンバン流れてて ね、そうそうそう、だから君たちはどう生きるかよりこっちの方が面白そうだななんていう声もちらほら、ね、聞こえてきたなんて話もありましたけれどもね、
ねえ、うちらもらとね、聞こえてきましたけどね。はい、ね、はい、あとは見てみてください。あとはね、本編を見てください。そうぜひぜひぜひ、はい、続いて10月15日、はい、ハンガーゲームゼロでございます。はい、ハンガーゲームシリーズはでもあんまり見てないですね。全く見てないです。あの、なんなら、ワンは最初の、はい、はいはい、ストーリーがその、ちゃんとそのゲームが始まる前らへんがたるすぎて、うん、確かに意外と、ね、ここで止まっちゃった。うん、全4作かな、確か前まであったやつの、うん、前日談に当たるやつで、はい、なんか、まあ、シリーズに出てくるやばい大統領みたいなのがいるんですけど、うんうん、そいつの若い時の話らしいです。へ、だからもうなんか悪いやつの若い時の話なのかなみたいな、まあ、どうなるんでしょうね。もしかして生き残りだったみたいな、大統領がもしかしてそのハンガーゲームの生き残りだったみたい たいな感じになるんですかね。ちょっと僕も全く見てないんで分かんないですけど、ね、はい、まあ、でも普通に面白いと思いますよ。結構あのもう海外では公開してるんで、うん、海外で見た日本人があのレビューに上げてるやつを見る限りは割と評価高めです、はい、だからまあでも日本人にはバトルロワイヤルがあるんで、うん、バトルロワイヤルを海外でなんかすごい海外っぽく作ったらハンガーゲームになるんです。バトルロワイヤル海外の人はそんな知らないんか。知らないですよ。それをちゃんとあの英語版というか、なるほど、作って美味しい感じでやってんだハンガーゲームですよ。うーん雑だし来ました。12月一番売れるであろうと言われている作品です。はい、これですよね。22日、劇場版スパイファミリーでございます。どうだ？どうだ？みんな見に行くか？行くのか？見てます？アニメ。見てないんで、俺でも見ようと思ってこれを機に。ほら。だって劇場版スパイファミリーで当てに行くって、はいはい、俺からするとなんか、さっぱり意味不明っていうか、ただすでにもう結構売れると予測されてますね。前売りチケット、前売りチケットとかの予測がもうその出るんですけど、はい、その時点ではもう結構な金額になってます。え、それさ、スパイファミリーって俺結構あれ日常系っぽい感じじゃないの？おっしゃる通り。なんかその、まあ、何をもって映画にしてるんですかね。あ、これしかもオリジナルストーリーらしいんで、うん、そのもうちょっとアクション多めになるんじゃないですか。その出てくるキャラクターとしてはスパイと殺し屋とかがいるんで、はあ、その味付けさえすればアクションにはできるんですよ。はー、なるほどね、なるほどね。あ、でもちょっと興味持ってきた。だから、うん、まあ面白くなる可能性は十二分にありますね。なるほどね。だから結構アニメシリーズとは違うよ、面白いよみたいな可能性もあるんだ。予告編見る限り結構そういう派手なシーンとかも増えてそうな気がしますね、うん、へえ。だからこれは多分来ますよ。もう鬼滅呪術みたいな流れでスパイファミリーみたいな感じで来るんじゃないですか、うん、なるほど、ちょっと後調べてみよう、はい、なるほどね。あ、じゃあすごいやっと興味持ったはい、なるほど。じゃあとりあえず俺、はい、アニメ見ればいいよね、漫画じゃなくて、うん、アニメでいいですよ。はい、はい、そして、はい、同じ日に公開トークトゥーミー。あ、来た、トークトゥーミー。これは A24 のホラーかな。あ、向こうでめっちゃ当たってるやつ。僕も見ました、おもろいです。え、これ YouTuber 作ってるやつ違う？あ、ね、そう、双子 YouTuber かな、はい、が作った映画ですね。すごい、すごいっす。今 YouTuber が映画作ってる。 YouTuber が映画作って当たってんでしょ。当たってます。でもね、やっぱね、なんか YouTuber という情報があったからか分かんないですけど、うん、こうキャッチーというか視聴者が求めてる刺激みたいなのが分かってるような作りの気はします。面白いです。なんか悪霊に取り憑かれるの気持ちいいみたいな。あ、そう、なんかコックリさん の、うん、あのアメリカ版みたいなやつで、しかもそれがめちゃくちゃ普通にみんなやるんですよ。その格、うん、こっそりやるとかじゃなくて普通にみんなやって、それをあの YouTube に上げたりとか、うん、ネットに上げたりしてるような世界で、そのコックリさんみたいなのに取り憑かれるんだけど、90秒だったかな、はい、90秒以内にその話せば、ああ危なかったで終わるんですけど、うんうん、90秒以上やっちゃうとやばいよみたいなのを、うん、まあ、案の定破るやつがいてみたいな、まあ、そりゃそうだね、そういう話ですよ、はい、バズっちゃってみたいなことか。バズっちゃってみたいな。あ、おもろい、おもろいです。へ、当たりそう。うん、当たると思いますよ。だってトークトゥーミーだって。ちょっとじゃあレビュー出そう。これは面白いと思います、はい、そして最後またちょっとホラー続いちゃいます。はい、サンクスギビングです。これは何だろう、存じ上げないですか、はい、あのグラインドハウスって知ってます？あのタランティーノとロバート・ロドリゲスが昔に一緒に作ったわざと B 級っぽい映画を作る、デスプルーフとか、はい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 、デスプルーフとプラネットテラー、はい、作った時に、あ、偽予告編が挟まれてたんですよ、はい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 、それを本当に映画化したやつの一個がサンクスギビング。ははははは、なるほどね。でこれの監督はイーライ・ロス、はい、グリーン・インフェルノとかホステルとかの、へ、だからそのフェイク予告編から本当の映画になっちゃったやつって実は結構あって、うん、さっき言ったマチエテってやつもそうだし、ホーボー・ウィズ・ショットガンってやつとか、まあ、その予告編が面白そうだから本当にその映画作っちゃいましたみたいな、逆輸入みたいな、ね、まあ、見てみたくなっちゃうよね。そうです。でも面白そうですよね。でも、日本の上映がつい最近 R18 プラスに
決まったんで、うん、相当グロしい相当だね相当グロい高校生も見ちゃダメってもうダメですダメです以上10本これで終わりねこれで終わり今年は2023年も終了いたしましたありがとうございました皆さんはね、あとはもう余生を過ごしてください。余暇ではなくて、余生を、あと1ヶ月過ごしてください。はい、まあ、どれかなまあ、怪物の木これは結構ちょっとワクワクみたいな感じなんで、ワクワクで映画館行くと思うんですけど、うん、ボルテックス。ボルテックス。まあ、ちょっと見たいな。まあ、トークトゥーミーは今聞いた話でもそうですけど、まあ、ちょっとレビュー出したいなっていう気はするんですよね。まあ、YouTuber だし、俺も、はいはい。まあ、スパイファミリーは、まあ、見ますわ。はい、うん、うん、まあ、これは、ちょっと挑んでみます、僕も。性としてね。はい。ぐらいかな。ナポレオンがそこに入る感じ？うん、ナポレオンはでもね、Apple TV のやつなんで、多分そこまで、そこまで。てか、まず題材地味だよね。そう。そんなに日本人ナポレオン好きじゃないからヨーロッパほどね、うん、まあ名前は知ってるけどみたいな。それだったらやっぱ秀吉の方が日本人は好きだもんね。そうそうそう。うん。織田信長が。とか、そうそう、信長が究極ナポレオン的なことだからさ。確かに確かに。うん。君島さんはどれが楽しみの？こん中だったら、あ、でもウォンカ楽しみですね、俺。うーん、明日試写で見ていきますけど。ああ、そうなんだ、うん、はいはい、でも俺もう飛んで埼玉でちょっと見ちゃったからな、タコのシーン。先すごいよね、あれすごいっすよ、タイミングこんなに日合わせたのかなねぐらいなさ、あれしかも面白いまんまでしたよね、うん、チャーリーとチョコレート工場、あれをユリアンでやるセンスは結構いいよね、あれでもう十分ウォンカ楽しんだ感はありますあるよね、先見ちゃった感あるよね、見ちゃった感はあります、ありがとう、トップサイトも、はい、はい、以上でございます、はい、まあ興味があったらぜひね、まああともう年末ね、お正月とかもね、クリスマス忙しくなって暇になったりすると思いますけど、見に行ってみてください、はい、ということで2023年のおすすめ映画紹介はこれにて終了ということで、また来年もね、はい、また次は年越しでございます、年越しですよ、はい、まあその間に君島さんとも動画いくつか出したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではさようなら、はい。